さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、有吉弘行でございます。先週ちょっとまあ、深川くんがね、はい、来てくれまして、ちょっとスペシャルということで、やってまいりましたので、ちょっとお二人の話聞くことがね、ちょっとあんまりできなかったんで。いや、もう全然です。いや、せっかくね、コミケとかも行って、ちょっと話題もあっただろうに、と思ってね。はいはい、一応ちょっとさ、アフタートークでさせてもらったんで。そうですね。はい。あ、アフタートークやってんの？はい。あ、JFN パークの。はいはい。そうです。はいはい、お前らほんと JFN パークの回しもみたいかな。いやー、回しもみたい。急にアフタートークの話し始めた。ダウンロードしていただきたい。そうですか。はい。それやっていただいて。じゃあそっち聞けばコミケのお話は聞けるということでね。まあ、多少しましたね。もうね。同人誌みたいな。もう、はい、あなたたちのその、オタリンピックはね、もう終わったんですけど。オタリンピック確かに、汗かきました。オタリンピックはもう終わって、次冬でしょ？はい。はい。今もう世間もオリンピックの方ですから。そうですね。いや、それはもう分かってますよ、僕は。オタリンピック中もオリンピックの話、お話ばっかりやめてほしいんですよ。はい。ね、オリンピックですからもね。そうですね。今、もう現在、もう今日はまあ、マラソンとか猫ひろしくん走るんだよ。いや、そうですね。ありますけどね。金が12個。はい、銀8、うん、銅21。素晴らしい。ロンドンオリンピックをはるかに上回るメダル数でございますけども。うん、さあ、聞きましょう、はい。今回のオリンピックで感動した場面を教えてください。はい、我が君。バドミントン。バドミントン。はい、松友さんと高橋さん、ね。そうですね。あれ、どうが良かったですか？いや、もう、勝ってないんじゃないかと思ったんで。あ、結構最後3点差ぐらいまでつけられて、そっから、勝てないと思ってたの？勝てないと。世界ランキング1位だからね。ああでももう、追い詰められたんでね。16対19ぐらいになって。で、まあ情報があればね、世界ランキング1位と世界ランキング6位の対戦だから。もちろん。ちょっとそれはまあね。いや、勝てると思ってた試合が、第3セットまでもつれ込んで、あと2点取られたらもう負けだったんですよ。負けだったね。そっからもう5ポイントぐらい練習して。はい、まあいいでしょう。はい、まああれは感動の名場面ですよね。はい、ありがとうございます。またちょっと深夜にやってましたけど、松友さんがちょっと綺麗でね。そうですね。またちょっとこう、はい、見てられますよね、はい。はい。合格でしょう。ありがとうございます。松崎。はい。あなたの感動した場面を教えてください。レスリングですかね。レスリング、レスリング、女子レスリングですか？男子レスリングですか？あ、女子レスリング。はい、何が感動しました？金を、逆転で取れた。ところ。何を言ってるの、お前は。はい。まあ、ほとんどの試合が、多分、確かに、まあ、最後、残り時間わずかのところで逆転して勝利という。1日目すごかったですね。ところだったね。3人とも金でしたね、初日は。はい。そこは感動した。で、その後、吉田選手が、負けてしまって、の、銀の、やつも良かったですね。良かったってどういうこと？いや、なんかちょっと、思う、感動。思うところあった？思うところじゃないな。お前みたいなもん、吉田沙保里選手、お前、スーパーアスリートの、吉田沙保里に思うところがあった。ちょっと教えてくれじゃん。思うところ、オタリンピックのトップアスリートとしてね。オタリンピック。やっぱり、精神的なものだったのかな、とか。精神的なことが弱くて負けたんじゃないかって言ってんのか、お前。いや、だから。めちゃめちゃ鉄人だわ。そう。心も体も。そうですからね。いや、僕も、ちゃんと見たわけじゃないので。見てなかったんじゃん。ニュースで相方から聞いたりとか。何やってんだ、お前。あるわけそれはお前、そんなのオタク側からして一番嫌だろ、お前。はい。端子知らない、お前、浅はかな知識で、なんかアイドルマスターがね、ちょっとね、とか言われると一番腹立つじゃないか、お前。一番腹立つ。じゃあ何やって、同じことやってんじゃないかよ。はい、すいません。二度と語るな、オリンピックのこと、お前みたいな、キモオタが。Release so much stress. Now a variety program. さあこんばんは、オタバの真珠広島ガンダ怪談時軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーです。今月アシスタントは、はい、こちらのキモオタオタリンピック参加のキモオタ2人です。トップリードワガです。優しい阿部松崎です。そんなお芝居しなくてもお前ら十分キモいから。
あ、そうでした。そうだ、ナチュラルでよかったんだ。そう、ナチュラルで。十分キモいですから。心配しないでください。作っちゃいました。キモいと思われてないんじゃないかと思って、ちょっと、作っちゃいました。十分、十分。いただいてますから。十分、キモさいただいてます。伝わらないわ。ラジオでは伝わらないかなと思って、ちょっと。大丈夫だよ。あ、そうですか、なるほどね。まあ僕結構見てますけどね、オリンピックね、うん、まあ、ほとんどもう徹夜とは言わないですけど、睡眠時間かなり削って、そういう時間までね。そうですね、うん、見ちゃうともう9時、朝9時とかまで行っちゃうね。ほんでまた昼11時ぐらいまでやってるだろう、競技が。だからずっと眠れないような状況ですけど、まあ僕が一番今回オリンピックで感動したのは、はい、あのライアン・ロクテが強盗に襲われたって嘘をついてね。嘘ついて、あの、なんかブラジル警察なんて結構ほら銃撃戦とか治安が悪いとかさ、バカにされててさ、捜査能力なんかないんじゃないかと思ってたけどさ、ライアン・ロクテの狂言を見破るというブラジル警察の優秀さに頭が下がります。治安が良くてよかったよな、最初のね、始まる前は危なかったでしょ。吉野家サンデーナイトドリマー、声も最後までお付き合いください。東京半蔵の JFN スタジオから生放送、有吉ルキサンデーナイトドリーマー。今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です、はい、生放送メール募集いたしましょうかね、先ほどからずっとお話ししますけど、いよいよジャネイロオリンピックがもう明日テーマでございます、はい、ね、やっぱ感動がいっぱい生まれましたのでテーマこちらでございます、はい、オリンピック名場面、ちょっと普通英語、そうですよ、ね、そうですね。ミキサーさんもちょっとまだ若いです。まだ勉強中あ。そうなんですね。はい、ね、さあということで皆さんのね、はい、オリンピック名場面、最も心を揺さぶられたな、うん、なんていう瞬間を教えてくれればね。はい、先ほど我が子は、バドミントンの高松コンビですね、はいはい。高橋さんと松友さん。はい。はい。松田君は？僕はあれ、あ、レスリングですね。レスリング、ね、レスリング、何どこが変わるんですか、ね、吉田選手がなんか決勝で戦った方もなんか小さい頃なんか吉田選手なんかうるせえなお前は。そうだ、何なんだお前、あの、そう、ニュース番組一番嫌だろそういうの。はい、ニュースでアイドルマスターのこと取り上げられてて変な扱い方されてたらお前どうやる。いや、ぶち切れますね。じゃあダメだろお前、やってること一緒だろ。すいません、はい、すいません、はい、ということで皆さんの、まあ、名場面教えてくださいね。まあ吉田選手のまあね、グッときましたね、銀メダルだった時のね、グッときましたし、あとはまあ内村航平君前半でしたけども金メダル取りましたしね、はい、あと伊調馨さん4連覇、はいはい、前人未到の4連覇でございます。あと柔道、うん、リレーもすごかったですね、はい、男子 400m リレーね、素晴らしい。え、見てないの。いや知ってはいません。知ってます、知ってます、知ってます。何がすごいかった、あの4人走るんですよね、リレーだからね、4×100 か400かで、それがメダルを取ったっていう。どの国が。日本が日本がな、やっぱりそのバトンの渡し方がやっぱり上手でね、それでやっぱりどんどんあのスピード上げてって、何メートルだか違うらしいですね、あれだけどね、あれだって世界で一番あのウサインボルト追い詰めたんじゃないですか、今後ね。そうかもしれないですね、ここ何十年で、はい、すごいですよ、そういうね、いろいろ皆さん見てるのかな、こいつらは本当に見てるかどうか分かりませんけどね。見てると思いますよ、教えてほしいなと思っております。はい、はい、じゃあ、はい、アドレス、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です。
スマホタブレット用の無料アプリ JFN パークをダウンロードしてサンデーナイトドリーマーのサイトからもメッセージを送ったり番組情報を確認できます。パソコンでも見られます。はい、面白かったメールにはいろいろとあの商品ステッカーとかねいろいろ差し上げておりますのでどしどし送ってください、はい、ということでございます。今日は何と言っても嬉しかったのが、池田モハンドーさんご存知ですね。池田モハンドーさんといえばデリケアエムズの会社でございますけどデリケアエムズさんの方から番組でたびたび取り上げてくれてありがとうございますと、はい、いうことでデリケアエムズがたくさん届きました、はい、ありがとうございます、はい、関さんなんですけどね、まあ、関が陰金だという話からねそういう風になってたんですけども、ね、はいはい、今日送られてきて、まあ、なんか10個ぐらいですかね、はい、10個ぐらいワンセットになったやついただきまして、はいはい、そうですね、まあ、こんなことプライベート言っちゃいけないんだけど福田がまあちょっとね陰金なもんで、はいはいはい、福田ほらこれ使いなさいとあげたんです、はいはいはい、ありがとうございます、はい、喜んでましたら、はい、もうあの昔のロシアの食糧危機の時のね棚にパンが並んだ棚に並んだパンをねみんなが我先とね奪い合って買いに来たようなシーン思い出しましたけど辻井君、はい、高い山川、はい、女性の山川まで女性デリケアエムズを私も俺も僕もくださいのみんなが我先にね我先にとみんなが持ち帰りましてね、はい、本当山川にだって女性も大丈夫ですかって裏を見てただれ失神かぶれてる確認して持っていきましたからじゃ あの持って帰りますね、いやだからみんな隠れですから。いやそう大人気商品。隠れ人気。いやそんな大ピラにするもんでもないですけど。毎回デリケアエムズのね歌を歌わせてもらっててね気持ちいい歌だなと思ったんですけど今日久々の会社名が池田モハンドっていう会社だったんですけどそれで思い出してね昔も歌ってたわ池田モハンドっていう。知らない。わかんない。知らないですね。CM ソング。かゆみが丘に。今行こうか。池田もう反動っていうところを思い出してその歌 CM ソングを。はい、やっぱりあのデリケアエムズ池田も反動って会社は、はい、CM ソング作りが抜群にうまいなって。俺の中でやっぱり歌いたい歌をやっぱ作ってくださってるなって思ったいやそれ何年前に聞いた歌ですもんねまだ残ってるんですよそれがめちゃめちゃインパクトあったなと思っておりましたけども池田もハンドさん池田もハンドさんすごいね、うん、皆さん持って帰ってねそうは言ってるけどわがままつだけどもな持って帰っていただきましたありがとうございます、はい、なんでお前ちょっと黙ってたんだおい俺が名前出さなかったからだけでいいかなと思ったいただきました僕らは隠したまんまでいこうかなと思ったけど、うん、あとは昨日ね舞台で、はいねはい、シンゴジラも見ましたおあ、はい、シンゴジラ見ましたよ六本木ヒルズで、お見た見てない見ました見た見ましたあどうでしたかゴジラでかかったですねでかいなゴジラってな硬い感じな、うん、まあ大体俺の言いたいことは松崎が言ってそうですよ内容よく入ってたね客ねいやーすごい入ってるよやっぱり、うん、日本人ね、まあ、そうですね興行収入40億超えたとかねおお、うんねはい、ちょっとゴジラの真似コンクールでやりますかはい、はい、じゃあ我が俺見てないですよ見てないけど、ね、見てないけどいいですね、うん、大体のゴジラで、うん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 、はい松崎、ま、今そんなんだねこんなんだったあれこんなんじゃなかったちょっと有吉さんワンワンワンって言っちゃった見てねえけど違うでしょ絶対なんでワンゴジラゴジラも見ましたし、はい昨日はね、はい、舞台見に行きまして久々に、はい、どなたも西織くんが出てたんですよ舞台に伊藤麻子ちゃんがやってる舞台、はいはいはい、伊藤麻子ちゃんと鳥居美幸ちゃんが交互にやってるんですよ、うん
大体同じような内容、チームを変えて。はあ、はいはいはい。で、西織は伊藤麻子ちゃんの方に出てるから、はい、伊藤麻子ちゃんの回をじゃあまあ見に行くかっつって、はい、スタッフと、はい、一緒に見に行って、まあ見たんです、舞台ね。はい、さあなんかアフタートークみたいなのがあってね。麻子、うんうん、ちゃんの方の舞台を鳥居美幸ちゃんが見て、はいはいはい、で鳥居美幸ちゃんの方の舞台を麻子チームが見て、はい、感想を言うっていう、はいはいはい、ダメ出しというかね、はい、昨日特別にそういう回があって、はい、それでだからその麻子ちゃんの舞台終わった後に鳥居美幸ちゃんとかその辺のなんかギースの高砂君でしたっけ、はい、高砂君とかが出て、はい、いろいろやってんだけど、さなんかやっぱり言うのよね、なんかやっぱ我々のチームは うん、あそこの笑いがちょっと違うとか、うん、まあ西織と同じ役やってるけど僕とちょっとアプローチが違いますねとか、あ、はいはい、笑いの量がちょっと違うんですとかいろいろ言ってるから、はいはい、まあ、気になるから、はい、どっちも見ちゃって、え、一日麻子ちゃんの方も、はい、鳥居美樹ちゃんの方も両方を見るっていう、はい、ことをね、まあだから麻子ちゃんの方だけ行くって言ってたんだけど、はい、急遽あの向こうの運営のスタッフに、はい、ちょっとあの夜の部分見たいんですけどっていう風に言ったから、とんでもなくその舞台にハマってるみたいになっちゃってた。いや、喜んでくれてると思いますよ、そりゃ。ちょっと恥ずかしかった。いや、嬉しかったですよ、スタッフさんも。うん、あ、舞台とか見るんだって思いますよ。うん、そうかね。うん、いやだからまあ個人的な好みとしてはさ、それは西織が出てるから麻子ちゃんの方見ただけで、はい、個人的な好みとしては鳥居美樹ちゃんの方がいいじゃない、綺麗だから普通にどっち見るって言ったらやっぱり、はい、あの鳥居美樹の方見るわね、はいはいはい、麻子もやっぱちょっと おばさんなのな、おばさんの舞台見てるなって思ってどうだっけモゴモゴしたっていうのはもう拾いますよマイクはいやだからまあそうだなと思ったね。だからやっぱり鳥居美樹ちゃんの方が舞台のチケットの売れ行きは良かったみたいな、やっぱああそうだ、男性陣もその鳥居さんの方がなんか松本クラブさんとか入ってちょっとイケメンというかな感じがする、まあそうだね、それも全部違う、なんかね、そう、麻子の方はおじさんおばさんしかいなかったね、西堀とかあと、スパローズの子とか、ああ山本さん、あ、森田さん、あとそうだね、うん、あの辺が出てたからあったね。だけどまあ俺映画もさ、舞台も、うん、あんまり見に行かないのよ、映画館行かないし舞台劇場も行ったりしないのよ、うん、はいはい、っていうのがやっぱね、集中力ないよ俺、はいはいはい、めちゃめちゃ、はい、腰痛くなっちゃうしあと神経質だからね、はい、隣に知らない人いるのダメだから、はいはいはい、だからシンゴジラ見ててもね、外国人の人いてさ、大きなあれの感じは多分イタリアのピザ職人かなんかだと思うけどいや職業まではわかんないですけど、イタリア人、そしたらさオープニングからさ、はい、もうスーッって言ってんのよ、え、オープニングから寝てんの、え、あ、寝てんすか、いや昔の映画館ならわかるじゃん、その入れ替え性がないからさ、一、はいはい、日いて時間潰そうみたいな、はいはいはい、そういうけどさ最近珍しいよね、だって映画館入ってオープニングから寝てんだぜ、いないですよね、はい、もう気になる、もうずっと肘でコンコンって言ってさ、いびきやめさせちゃうさ、知らん顔してさコンコンって肘やってはさ、うん、そんな全然集中できないしまあそれはそうですね、やっぱ俺もいや外れを引いたというのは本当にもう、うん、いや本当の映画ファンじゃないし舞台ファンじゃないけど、うん、とは思うけどね、うん、やっぱ俺 DVD とかがいいわめちゃめちゃ家でゴロゴロ一時停止しながら見てんのがいいわ、うん、寝ながら、うん、一時停止してちょっと一発とりあえず抜いてからとかゴジラどこでゴジラは止めて一、ね、回ちょっとムラっと来てるから、はい、ちょっと一回抜いてきて、はい、でまた再生をしてっていう言い方が一番いいね、はい、最高ですね、うん、分からなくはない、うん、だから偉いなと思って、あのオタリンピック行ってんのもビッグサイトにあえてちゃんと好きなものがあってさ、ちゃんと自分でその足で行ってさ、はい、体感してるわけじゃない、はい、まあそうですね、偉いなと思って、お前らごときでも光栄です、あ、よかったよ、最終的にもう
あれでした。もう、夜、朝方まで飲みましたよ。舞台もやってねえのに。Slay Night Dreamer Live on air. Sunday Night Dreamer。さあ、というわけで今夜のメールテーマ、オリンピック名場面、はい、皆さんが感動したシーンをね、はい、送っていただくと、はい、私は当分もうこれ映画も舞台も行かないだろうな、当分腰もめちゃめちゃ痛いよ、腰が。俺はそこ気になっちゃうと、そうなんですよ、ね、なかなか難しいんだよね。ラジオネーム7ボーイ FM 三重、僕は水泳、うん、萩野選手に感動いたしました。実は僕は萩野選手と同い年であり、学校も一緒、練習している姿も拝見したことあります、同い年がこんなに世界で活躍する姿を見ると、僕みたいなゴキブリ系男子はますます肩身が狭くなります。とりあえず学校の授業にしっかり出ることから人生を再スタートしていきたいと思います。うん、そうだな。いや、すごいな。いや、オリンピック見てて思ったのはさ、うん、普段さ、なんかちょっといじられる系のさ、面白おばさんみたいなさ、うん、バレエでいうと大林さんとかさ、はい、バドミントンでいうと小倉さんとかさ、はいはいはい、あの人たちちょっと間が抜けてる感じするじゃない。ちょっとなんか面白い、なんか天然の人かなと思うけどさ、うん、あれ競技解説するとしっかりしてんな。そうですね、やっぱプロだな。めちゃめちゃ解説上手なんだよ。驚いちゃった。改めて知らされる感じだね。改めてやっぱすごいな、うん、あんなのだってできないだろ。俺らがさ、じゃあお笑いのじゃあショーレースでも見て技術解説してくださいっつってさ、そうですね、できないと思う。ちょっと間がずれましたね。いや、それなかなか言えないな。いない、それ狙いかもしれないしなとかな、いろいろちょっとやっぱりすごいなと思ったよ、なんかね。ラジオネーム長州の山んば、僕が一番オリンピックで心が躍ったのは、競泳入江選手が決勝で8位に終わった際、正直賞味期限が切れた人間なのかなと思ったりもしたけどと言い、最後に賞味期限切れでも消費期限は切れてないという気持ちで頑張りたいとコメントしたことです。とっさに流行語大賞が狙えるような言葉が出てくる入江選手、すごいなと思いました。すごかない別に。頑張りはすごいしさ、そうですね、その思いも伝わってくるけど、うん、別にこの言葉がさ、流行語大賞を狙えるようなセンスのいい言葉じゃないよ。やっぱりさ、そういうもん、別に流行語ってそんなもんじゃないからね、狙いに行ったもんじゃないから、ね、だって北島康介の流行語って別に大したことは言ってないよ。そうですね、何も言えねえとさ、超気持ちいい。別にそうなるな、場面ですからね。そうそう、その場面で出た言葉がたまたまそのすごいなっていうだけで、うん、別にこれ流行語大賞が狙えるの言葉が出てくる、あれ何でもいいんだから、あの感動の場面だったら、ね、うん、やりましたこれ流行語になっちゃう。ありますよ、そうやろ、ありますよ、そういう、そこが感動の場面なら、うん、困ったね。ラジオネーム走り熊、福島 FM、 僕のオリンピック名場面は男子 400m リレーの銀メダル、アジア記録を塗り替え、アメリカを抑えた銀メダルにとても感動と勇気もらいました。僕も久々に走りたくなり、陸上部時代に着ていたピチピチのウェアを着て走るんで帰りました。おじさんじゃん。よくいる、よくいるおじさんじゃんな。はい、来年の、アイドルマスターミリオンライブ武道館ライブ楽しみですねということで、横山尚で夜に輝く星座のように。何言ってんの。一瞬で止まって Sunday Night Dreamer。 さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉ロイキサンデーナイトドリーマー東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。ドンキ1時間配送へ。何でも売ってるドンキホーテが商品を 1,2 時間程度の短時間で配送する国内向けの新たなサービスを年内にも導入する方針を明らかにしました。インターネットを介して注文し、店舗から近い距離であれば 1,2 時間程度でドンキの従業員が配送してくれるそうです。
大変だねドンキの従業員。そうですよね、従業員って、店場から、まあ、店舗から近い距離ってどれぐらい近いあれか分かんないですな。結構じゃあ、うまい棒の100本入りみたいなやつ持ってきてもらったりするってことだろ。そうですね、めちゃめちゃ便利じゃん。食わねえバカ。まあそう、だからそういうパーティーみたいなところに、何人も人がいるところに、そうだね、かもしれないですね。なんかでもまあいいよね、うん、まあでも大変だろうなと思うよね。アマゾンの時もそう思ったけどね、結構大変だろうなと思ったけど、うん、そういうのがあるって思ってなくてドンキで働いてるわけですもんね。今働いてる人はそうですね。マジかよ。そうですよね。配送俺行くの？なりますよね。大型だ大型だ、日焼けしないでいいなと思ってたのに。そうあるだろうね。まあでもその分でもやっぱり時給も上がったりするだろう。うん、ね。さすがに。うん、ドンキで行くことある？ありますあります。そんな行かなくなったな。だしでも。そう、従業員がって言ったら渋谷とかだとすごい、結構なあれ持ってきて、いつでも並んでますけどね。そうだよ、はい、結構ほら本当繁盛するぜこれ多分。そうですね、うん、なんかどうしよう。大変だな。大変ですね。大変ですね。ドン・キホーテ最近行った？いつ行って何買う？何買ったっけな、なんか、あ、僕普通に湿布が欲しくて。でライブ会場から近いのがドンキだったんで、薬局がなかったんで。マジ何でもあるもんな。行ってみりゃあるっていうな。なんか、あったっつって、うん、コントに使うなんかカツラかなんか買いましたね。必要ないだろ、もじゃもじゃさせてお前。いやいや、もじゃもじゃ以外の髪型の。そう、もじゃもじゃの面は買わねえだろうけど。さすがにいらないです。面とか売ってパーティーグッズ売ってもんな。そうですね、確かにな、はい。ドン・キホーテなそうか、はい。はい、じゃあいきましょう。続いてはこのニュース、うん、劇場版ガルパン上映期間1年以上に。何それ、すげえな。昨年11月21日に劇場公開を開始したアニメ、うん、ガールズ&パンツァー劇場版の上映が、うん、少なくとも今年11月21日まで続くことが決定し、うん、上映期間が1年を超えることが確定したことが発表しました。すごいね。ガールズ&パンツァーは戦車の武芸戦車道が存在する世界で、うん、戦車道の大会を目指して日々努力する女子高生たちの姿を描いた人気テレビアニメです。1年ってすごいね。すごいですね。同じものを、だからそんなに、それでも我々がちょっと知らないっていうことは、やっぱり限られた人数だけど、その人たちが何回もリピートして見に行ってるってことだろ。そういうことですよね。映画館によってはなんか音響のいい映画館に行って、なんか爆音上映って言って音響がめちゃくちゃいいみたいね、環境で見たりとか。ああ、そっかそっか。すごい、1年以上なんて聞いたことないよそんな映画。確かにすごいな。昔でもないですか？あんまり聞かないね、1年っつって。ET とかそういうのでもない。ET とかも1年はやんないね。ああ、すごいな。面白いね、これは。面白いですね。普通にそのアニメ好きじゃなくても多分面白いと思ってくれると思います。そんなわけねえだろお前。はい、納豆嫌いの人も食べれる納豆メニューとかあるのと一緒だから。いや、これ納豆は無理ですから。これ嫌いの人は無理だろ。だって嫌いな人にはそうかもしれないですけど、今まで触れてない人にはなんか面白いと思ってもらえるかな。内容が面白いってこと。そういうアニメもあるんだっていう、はいはい。戦車、そうですね、大洗が舞台になってて、その地元ともなんか結構密接に関係してて、うん、その地元も協力して、うん、いろんな、なんか熱く語るけど、お前今日 T シャツそれなんだ。これアイドルマスター。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.jp/dreamer Stay Night Dreamer。 はい、じゃあ引き続きニュース、はい、続いてはこのニュース。世界一住みやすい都市6年連続でメルボルン。なんで？イギリスの雑誌エコノミストがまとめた世界で最も住みやすい都市のランキングで、オーストラリアのメルボルンが6年連続で1位となりました。
EIU の EIU は世界の140都市を対象に安定性、医療、文化、環境、教育、インフラなどの項目をもとに住みやすさを数値化しているそうです。絶対東京が一番いいからダントツです。そうなんですかね。何これ、1位メルボルン、2位ウィーン、3位バンクーバー、4位トロント、5位カルガリー。カナダとオーストラリアしかねえじゃねえよ。なんだこれ、田舎が好きなんだろこいつら。単純に。いやー、カナダがすごい寒いでしょ。カナダ寒いでしょ。グリズリー出るからね。危険だから。出ないでしょ。カナダの中でも出ないところ。グリズリーが出ないから入ってるの。めちゃめちゃ危険だからね。オーストラリアもすぐカンガルー飛び出してくんだからお前。交通事故あるんだぜ。ああ、そうですね。まあ、危ないよ、もう。それで言ったら、こっちは鹿とかタヌキとか出てますよ。北海道とかね。東京は出ないから鹿。いや、まあ確かに。まあ、いやいや、グリズリーもいないし。山がないですね。うん、嫌だわこれ、いつもなんでだろうなと思うな。そうですね、なんか結構ほら、うん、東京でもさ住みやすい、あの人気の街ベスト10みたいなのさ、必ず吉祥寺がさ1位とかさ、ね、2位とかさ、はい、入ってるじゃん、はい、でもろくでなしブルースだからね。めちゃめちゃ怖いからね。ああいう人たちがいっぱいいる街じゃないですよ。今いるわけじゃないですからね。結構でも駅前とか結構荒いやついるよ。そうなんですね、まあ未だに踊ってたりしますね、なんかね、はいはい、そんなだからそんな住みやすいって言ったらまあそんなことないと思うけどね。ほら確かになんで吉祥寺なの、すげえ人気あるよな、うん、自由が丘なんかも人気だったりするけどさ、自由が丘なんてお前、うん、あの踏切渋滞ばっかりなの、一日中踏切渋滞してるからあ、はい、めちゃめちゃ住みにくいなと思うよ。あ、どこなんですかね、じゃあ一番住みやすい、どこがいいんだろうね。まあみんなそれぞれ人によってだろうけどそれを、まあ、そうですよね、でもそうですね。いやだけどこのエコノミストの言い方だと多分、うん、あれだろう、田舎の方がいいんだろう、だからまあそうですね、でも多分、うん、医療西東京とかあっちの方とか葛西とか、うん、あの辺じゃない、あ、うん、安田さんなんて今葛西住んでるからね。あ、そうなんですか。そうだよ、もう子育てに便利だし、うん、あの嫁の実家近いし自分の実家も近いから今葛西住んでるから。へえ、これじゃあ東京でやってもらいたいですね。東京で数値化して東京の住みやすさエコノミストなんかに決めてほしくないけどなイギリスのお前毎日曇ってるよずーっと曇ってるところのやつだからさ。いや、まあまあまあ、カナダとかオーストラリアの抜けるようなあの青空みたいなのが羨ましいじゃないそれで騙されてるってことですかね晴れだからっていう、イギリスでアンケート取ったのね。これはもうまた行きましょう、住めば都どこでも素晴らしいです。うわ、確かにいいと言う、はい、続いてはあいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらってます。はい、ラジオに三平、有吉さん、何を着てもかっこ悪いドン小西さんがオリンピックで大活躍している日本選手のユニフォームについてごちゃごちゃ抜かして上がりました。日本選手のユニフォームは小手先だけの薄っぺらいものばっかり、テーマを感じないし、選手の動きや体型を美しく見せるのも皆無、おしゃれ感や今っぽさはない、開会式の衣装も見てて恥ずかしかったよ。喋るなクソジジイユニフォームのデザインなんかな、お前とピーコぐらいしか見てねえわ。だいたいファッションチェックなんてもんはな、無駄にカッコつけて街歩いてるコロッケみてえなおっさん捕まえてイチャモンつけてる意味だよバカ。つうかお前コロッケよりだいぶ格下の芋親父だからな。クロムハーツで縛り上げて180度のな油に放り込むぞブッキもメガネのポテト野郎。なんでコロッケさんの言ったか飛び火しちゃってるの。ラジオネーム股関節痛、有吉さん、現在開催されているリオオリンピック陸上棒高跳びにおいて日本選手の日本代表小北選手がバーを飛び越える際、バーに自身の巨大なおちんちんがバイーンと引っかかり落下してしまったことを世界中の雑誌新聞が取り上げて、記事の見出しに五輪の夢はペニスで台無しに、敗退したがペニスで世界的名声を得るなどと茶化した文章が載せられたことに対して、小北選手自身がツイッターで触れ、まさか海外メディアにここまで陥れられるとは思いませんでした、
正直きついですが、ある意味注目を受けているので、それもチャンスかなと思います。しっかり結果を出して見返してやろうと思ってます。 PS 改めてその映像を見ると自分でも受けると言ってやがりました。おい、荻田選手なんだ、チンコが当たって高飛びのポールが落ちるって昔の4コマ漫画の落ちかよでもそんな恥ずかしいところを世界中の人に見られても全然めげてないな、すごい、あっぱれ。お前の屈強なメンタルと極太なペニスにはこれを差し上げます。月火水木金メダル何それ、すごいね、面白いね、すごいですね。まあ、大分さん自分で受けるっていうところがいいね、シャレ聞いてるでしょうね。これぐらいやっぱマジ、あの楽しい人だといいね、うん、ラジオネームプライドチキン、有吉さん、熊切あさみとかいうセックス中毒おばさんが東京ヤクルトスワローズ山田哲人選手のマンションに通うところをフライデーされてやがりました。おいトリプルスリー、お前クラスだったら女子アナでも何でも選び放題なのに、なんでよりによってあんな藤原紀香に負けたババア抱くんだよ。あんなのボール玉どころか完全にすっぽ抜けたワイルドピッチじゃねえかなのに何を思いっきりフルスイングしてんだよ、正気に戻れ。まったく熊切もいい年越えて球界の手法に手を出してんじゃねえよ、てめえもう36だろ、いい加減おとなしくしてイケバラでもやっとけカオキババアがすごいな。でもやっぱなんかでも魅力あんのかな、やっぱり。そうでしょうね、でもね、そうですよね、多分まあとりあえずは気さくなんだろうねまあ、とりあえず気さくだから最初入りやすいだろうよ、うん、結構その別にお高く止まってるようなタイプじゃないしな、うん、結構いじられても大丈夫だろうし、はい、そのうちなんかちょっと女の一面が出てくるんだろうな。ああ、はいはいはい、こう魔性だねまあでもいいじゃないですかね、いいよ別に、なんでも別に、うん、それはだってヤクルトスワローズの山田選手ってのは本当に今もう球界の宝スーパースターなんだけど、こ、うん、の人が別に熊切あさみと結婚したら別にいいじゃんな。いいですよ、いいと思いますよ、落合さん見てみるって話でなぁじゃないんだよ、何言ってんだよいやいや勝手に言うてくれ、僕らは何言ってたんですよ、うん、レインメーカー有吉さん、無職の玉手箱であるゲスナーにさらなる耳が痛くなるふるさとワーキングホリデー制度が2017年にスタートするという情報が総務省より入ってきました。このふるさとワーキングホリデーは都市部在住の大学生などの若者が長期休暇を使って1週間から1ヶ月ほど地方の製造業、農業などに従事する制度です。人口減が進む地方の人手不足解消や消費の押し上げ、移住促進などの狙いがあるとされています。おい国俺たち田舎住まいの無職から仕事を奪うんじゃない毎日オリンピックと甲子園をテレビで満喫してるところなんだよこの二大イベントが終わったら履歴書を買うためにな、ダイソーに行くんだから邪魔するなこの制度を言い換えると、夏休みもこういったイベントに参加するような意識高い系ズル向けイケメンやりちん集団が田舎住まいのガバガバ系女子のお股広げてバコバコやりに来るってことだろ、荒れる荒れる、田舎が荒れる学生たちはせっかくの休みなんだ、楽しめよ、今のうちだけだぞと近所の女がやられちゃうから行きたくやめてくれそんなことじゃないよ、いい加減しろ国、おい国ラジオネーム美和乱調にあり、有吉さん、梅沢富美男ことシャズナのイザムの野郎がどういうことだ、どっちだよ、どっちのことイザムさんの方、イザムさんね誰も見てない己のブログでスマップ解散に便乗してこんなことを言ってやがりました、各方面で聞いた話ですが、僕がデビューして翌年あたりにあったスマップライブの MC で木村くんがイザムくんかわいいって急に叫んだのがファンの皆さんの中で話題になってみたいなことをいろんな方々から聞いてなんか驚いた記憶があるうるせえ死ねお前にファンなんかいるわけねえだろなんだよ木村くんって、さん付けしろお前ごときが遠い昔にキムタクが思いつきで適当にした発言をなめめしく蒸し返してんじゃねえ、他人の本として注目浴びよってか、お前見またか
女装して深谷のイベントにも出てるブタズラ嫌いだな今もうどっちに言われてるか分かったなって思ってずっと梅沢富美男さんの顔が出てきちゃう大丈夫ケツ出しエッフェル塔綺麗な大林素子こと七尾さんがや抜群ですねこの辺綺麗な大林素子こと七尾ビックスだろうな私のこと綺麗にしてるのにと思われる綺麗な大林素子こと七尾さんが朝っぱらからテレビ番組でダメンズ好きを公言しこんなことを言っていましたダメだなって思ったら助けてあげたい面倒見たいって思いますし何でも物足りないぐらいの方がいい突然ですがここで交際宣言させてください、私ケツ出しエッフェル塔は働かず頑張らず動かずのクズ人間三大義務を全うし生きがいは親の財布から盗んでこしらえた500円玉貯金で風俗通いという救いようのないダメンズであります親のすねをかじってかじって食いちぎり家計が破産した今家なき子で性病持ちというダメな私を七尾さんが助けてあげたい面倒見たい物足りないぐらいがいいと言ってくれていますまさにマザー七尾テレサ正直デカブツで顔が長いだけの七尾はタイプじゃないし巨乳の山本彩香ちゃんの方が好きですがこのパイこの際ペチャパイには目をつむりましょう松崎さん和賀さん、はい、来る11月いい夫婦の日に結婚式予定してますぜひご出席ください会ったことはないですが友達がいないので友人代表スピーチお願いしますエンジェル上げてくれ。綺麗な大林素子。素晴らしいですね。一旦ブレイクいたします。Stay night dreamer live on air。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーマーも1時間経過ということでございますけどね。はい。いろいろ来てます。さっき吉祥寺がね人気の街だっていうちょっと結構荒っぽい人も多いなっていう話してたんですけど、はい、ラジオネームラッコフェスタ吉祥寺のメンチカツ屋に並んでる人たちは全員ろくでなしブルースです僕は怖くて近寄れないそんなわけねえだ俺あそこ 見たことあるけどそんなわけないだろ全然おじさんおばさん並んでたの夕方とか買い食いとかしてるんですかねそうやな学生たちがなそうですねラジオネームメガネかけき FMC がガルパン、はい、なんだっけガールズ&パンサーのすごいところですが小劇場から始まり徐々に大きな劇場に行ったというところですね僕は普通のものを3回 4DX を一度しか見れてないのでこの情報はありがたいですああじゃあちょっとずつ局地的なものからどんどん人気出たってことね、はいはいはい、これはまあすごいよねでも、うん、ラジオネーム入り表山猫 F 長野俺松崎、はい、アイマス好きのくせにガルパンの話にシャシャリ出やがってうぜんだよ大体お前本当にアイマス好きなのか、はい、PSO でこの前発売されたアイドルマスタープラチナスターズしっかりプレイしてんのか俺はもうお前が好きだって言ってあるあずささんといい関係になってんぞやってんのかやってますあっさり家でずーっとやってますずーっとやってんのずーっとやってますちょっとどういう気持ちなのやっぱ楽しいの自分がそうですねでいろんなアイドルたちの組み合わせでなんかステージをやらせたりとかできるのでそういうモード見るのも楽しいですし衣装を組み合わせたりするのも楽しいですねでこれあんまり聞いちゃいけないのかもしれないけどねプライベートの話だし、はい、抜いてんのまあ抜きはしましたなんで BG 落としたんだよ。いい加減しろ。BG 落とすんじゃねえ。松崎がアイドルマスターで抜いたか抜いてないかの答えで、ね、BG 下げてお前。何やってんの緊張しちゃいましたね。しろバカじゃないよ。聞けなくなる地域もあるのにもう一部の地域の方今のねでもチャンネルは変えてると思いますけどこの時間でお別れでございます
いろいろと送ってください。 www.jfn.jp/dreamer でございます。さあ一番の地域の方、この時間でお別れ、また来週もぜひ聞いてください。お相手有吉のトップリード和賀と優しい雨松崎でした。この後も聞ける方は引き続き。というわけで2016年8月21日日曜日、時刻は9時を回りましたね。この時間からお聞き皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。ガト優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございますけども、ちょっと8時台のお話を受けて、はいはい、アドバイスしてくれた方がいますね。ラジオネームシンゴジラフェリー FM 新潟、有吉さん、さっきあのデリケア M's の CM のこと、かゆみが丘にというふうに歌ってましたが、正式にはむひが丘にかゆみを止めていけだいけだもう反動ですね。大熱唱じゃねえか。調べていただいたら昭和62年から平成2年の間に流れてたという CM、はい、4、5年に、なるほど、そうですね、じゃあよく覚えてます。でもむひがいけだもう反動って覚えてますからよ、これね。なるほど、あ、嬉しい。地方では流れてなかったかもしれないですね。ラジオネームトマト色の玉袋、有吉さん、アシスタントの皆さん、こんばんは。本日私はパシフィコ横浜国立ホールにて行われた二次元アイドル東京セブンスシスターズ、はい、通称ナナシスのライブコンサートを行ってきました。約3時間にわたって5000人近い観客がペンライトを光らせて応援しているステージとの一体感は言葉にできないほどすごかったです。私はそこでライブ中に初めて感極まって泣いてしまいました。一生の思い出になりました。引きこもりニートオタク応援ラジオであるサンドリのサンドリをお聞きの皆さん、そんなラジオじゃないんですけどね。応援してます、外の世界には素晴らしいものがたくさんありますので、お布団から出てお母さんのお金でもいいから冒険してみてください。そうだね、面白いですね。すごいすごいですね、二次元アイドル、アニメのアイドルちゃんと、そうです、スマホのゲームが、うん、である、セブンスシスターズナナシスの声優さんたちの、うん、まあ、ライブですね、今日あった、うん、昼夜あったみたいです。8月オタク情報がいっぱい入ってきて、ね、結構詳しくなりますけど。ありがたい、そんなのがあるんだ、さあ、ということでちょっともう一個ある気になるネタがありましたね、ラジオネーム黒羊、有吉さん、先日キングオブコント2016準決勝進出者が発表されました。我らがサンドリアシスタントではトップリード、はい、タイムマシン3号、はい、インスタントジョンソン、そしてなんと優しい雨初の準決勝進出を果たしました。はい、すごいな。あ、初めてです、はい、トップリードよくな、まあ残ってますね、はい。おい松崎、頑張ったな。ありがとうございます。なんとか決勝に進出して有名になってな、お前の抱かれたい芸能人ナンバーワン向井理君にお近づきになるんだぞ。我が、はい、4年ぶりの決勝を目指して頑張れよ、はい、そして殿下の宝刀再会芸見せてくれよ。さあ、そして皆さんお気づきでしょう、はい、この番組が生んだラジオ天狗アルコ&ピース、ラジオ天狗なんだ、2回戦敗退でございます。なんで AM みたいな言い方するの。おい平子、お前何のために来月お前アシスタントにしたか分かってんだろうな。分かんないですけど、有吉さん、今日今月はね、負荷が来たり話足りないんで、もう来月も我がと松崎でいいんじゃないでしょうかというような感じですけど、ああ、だから来月やっぱ呼んどいてさ、ああ、まあ、決勝行けなかったなとか、はい、行けたけどダメだったなとかいういじりしようと思ってたのにさ、はいはい、サンドリー早々開く早々に落ちてっていう。2回戦で落ちるってだって結構早いな。まあそうですね、ですね、まあ、2回戦がごそっと落ちるんだろうけどさ、はい、まあ、まあ、それは当然そうなのかだろうな。でも昨日なんか舞台終わりで西寄りとも飲んでて、そしたら酒井がなんかどっか飲んでますかってスタッフに電話してきて、飲んでた、昨日ご機嫌で飲んだけどな、あいつ楽しそう。何も落ち込んでる。何とも思ってないじゃん。普通にゲラゲラ笑ってなんか調子こいてやってたの。調子こいてたのか、あいつ。
そうか、じゃあ2人はじゃあキングオブコントまだ残ってるのね。決勝がまあ難しいんだけどね、行くのはね。そうですね、まあ、でも僕らは去年1回戦で落ちてたので。なるほど。いや、もうとりあえずはもう捨て身でやろうかなと思ってます。何捨て身スポーツみたいな、ね、捨て身って何、お笑いで捨て身って何。いや、もう脱ぐしかない。どういうこと捨て身。ネタで捨て身って何。いや、もうもう失うものはもうないぐらいの。はい、あります、うん、はい、捨て身の、いや、ちょっと捨て身のネタって何なの、ちょっと聞かせてくれる捨て身の、捨て身のネタなの。捨て身のネタは、そうですね、なんか爆弾とかって。ちょっと、はい、言うなよお前は、はい、はい、そうでした、ね、なんか、はい、張り切った感じ出すなよ。はい、張り切りました。ちょっと張り切ってそんな謝罪あるかしまいました。そうだろ、ちょっとかっこつけてしまいました。はい、よくないぞ。はい、申し訳ないです、はい、我がも頼むな、決勝まで行ってくれよ。はい、頑張ります。で、決勝でもう惨めな負け方してくんないとつまんないから、はい、だから今優勝します。そうだな、やっといた方がいい。もう明日か、明日のあれですって、閉会式、オリンピックの。あ、はい、小池百合子さん行ってらっしゃいます。あ、うん、どんな挨拶するの、緊張してるんですかね。じゃあそうでしょうね、うん、急に巡ってきたもんですからね。今日私は緑の着物着てまいりました。そんな挨拶するの。いや、俺も知らない。世界の皆さん、お元気ですか。小池百合子でございます。いやいやいや、そんな感じになるんですかね。まず名乗るんだよ。なぜいるかを言えよ。2020年、東京でオリンピック開催されます。はい、もうすでに街は、オリンピックムード一色でございます。まあ、見てください、私の、この着物の色。そうです、緑なんですね。日本ではこの緑のことを小池グリーンと。いいよ、まだ今日欲しいのかよ。Stay Night Dreamer Live On Air。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 小池百合子でございます。まだ喋ってたのかよ。世界の皆さん、まだ喋ってた。一つお気づきでしょうか。え、今日の私のアイシャドウよく見てください。小池グリーンでございます。うるせえよ。うるせえよ。なんだあいつ。なんだあいつ。今夜のメールテーマ、オリンピック名場面、皆さんが感動したシーン、送っていただいておりますけどね。はい、ラジオネームロマンシングサーダー。あ、でもまたちょっと違うのもありますね。あとでしょうかな。じゃあロマンシングサーダーちゃん。あ、まあいいよ。オリンピックじゃないですね、じゃあ。うん、はい。アリさん、アルコ&ピース、ただの2回戦落ちではありません。シードで2回戦スタートのくせに落ちました。ラジオ終わってからのあいつら見てられないです。2回、あ、そうなの？去年、準決勝に行った人は1回戦免除。なるほど、なるほど。はい、2回戦から。松崎はじゃあ1回戦から出て。1回戦から出てるんです。なるほどな。はい、あ、まあ、しょうがないね、それはね、そればっかりは。ラジオネームゴブガリ FM 長野。僕は重量挙げの三宅選手がバーベルをなでなでとしていたところが好きでした。僕もバーベルのように重みのある男になります。宣言、何を宣言みたいなら分かる。なんでバーベルに憧れるんだ。持ち上げられて前だぞ。ラジオネームラッピング理論 FM 宮崎。リオオリンピックの名場面は女子新体操団体予選です。フェアリージャパンが世界初の大技リボン4本投げを決めた演技、とても美しく感動しました。新体操女子団体決勝はこの後23時から行われます。僕のおすすめは音量を大きくして観戦することです。頑張れフェアリージャパン。すごいね、うん、
まあ、音を大きくしたらなんかその場にいるような感じになってくるのかな。ああ、そうなのかもしれないですね。イヤホンとかで聞くと。昨日レスリング、昨日じゃないけど一昨日ぐらいさ、レスリングのさ、銀メダル取った人がいてさ、男子ですか、うん、はいはい、その人のさ試合の時にさ、うん、なんか分かりにくいなルールがな。そうですね、結構解説の人とさ、うん、司会の人がさ、はい、結構揉めててさ、はい、なんか最終的には専門家の解説の方の人が正しかったんだけどさ、はいはい、結構あ、なんていうの、司会の人まあ実況、実況の人、はいはい、実況の人も結構やっぱ調べてるっていう自信があるのよ、やっぱ徹底的に結構なんか歯向かっていってさ、はい、いや、音ではなく、いや、それは、それじゃなくて、その後にこれがありましたから、こういうことですねって。そうっすかね、いや、ちょっと、結構揉めててさ。だ点数がなんかつくのが遅かったりするんですよね。そうそうそう、あんな分かりやすにくくしなくていいのにな。競技、いろんな競技な。そうですね。結構分かりにくいやあるよな。うん。なんか、もうちょっと単純にできないもんかな。採点基準とかも分からない。分からないな、素人にはな。なかなか。E 難度0.2 の加点になります。 F モリセウクライナの どれだ、うん、どれだ、何がウクライナのウクライナの、うんうん、誰だ、小池でございます。あ、出てきた、小池くらい、ま、帰れよ小池。なんでもう小池いるんだよ、めっちゃ嫌に飛んでくるんだ。早えよ。続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんが分かる分からないで判定していきます。大丈夫、タイガーパカット。長澤まさみちゃんの脇汗を丹念に採取し、じっくり時間をかけて冷凍庫で凍らせ、専用の機械で作ったかき氷ならぬ脇氷を作り、こめかみを抑えたい。流行ってるからね今ね、ふわふわのかき氷ね。はい、美味しいだろうな。分かった分かった分かる、あるんだ。ラジオネームゲロデブ。最悪死んでもいいので、福原愛ちゃんと石川佳純ちゃんに左右から同時に俺の金玉スマッシュしてほしい。一個ずつ、すごいな。あ、ドライブのかけ方変えてな。上下で回転かけてグリーってなるんだ。グリーってなる。縦回転か横回転かみたいな。大丈夫、謎解きポテト。広瀬アリスちゃんと広瀬すずちゃんの姉妹二人に俺の口におしっこをしてもらった後、口の中で混ざり合っているアリスちゃんのおしっことすずちゃんのおしっこをろ過し、すずちゃんのおしっこだけ口から容器に抽出するというマジックを商店の演芸コーナーで披露し、ナポレオンズやマギーシロー、マギーシンジュを超えたい。めちゃめちゃわかりにくいだろ。誰がお見事って言うのよ。チャララララ、ジョンジョル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 ジョンじゃない。盛り上がるのはおしっこのところ。ストレップ劇場じゃないんだからね。変にしなさいよ。ラジオネームおマットさんでした。会社の飲み会に参加した俺だが、当然のことながら誰とも喋らず唐揚げ食っていると、隣に座っていた新入社員が、私イチローのファンなんですよと話しているのを聞いたので、ポコチンを出して、先輩を敬え、イチロージョークをかましたところ、新入社員はチンコを刺し、あ、リトルリーグという女性のツッコミをしてほしい。バカなんだよ。全然わかりませんよ。ラジオネーム満腹亭稲荷。ブラジャーを目に当てただけで誰のブラジャーかわかる特殊能力を手に入れた俺は、早速都内某所にあるゴミ収集所に忍び込み、全ての捨てられた尊い使用済みブラジャーを回収する。早速ブラジャーを当て、ブラジャー当てを開始する俺、勝間和代、岩木信子、安藤夏、岩木信子、松島智子、岩木信子、岩木信子、岩木信子続いたので、プラトーンのような姿勢で泣き叫び
大ショックだよ。だよ。1個ぐらいいいのあるだろうと。永田町でやるからだよ。なあ。あげとくか。パン。ラジオのケツ出しエッフェルト。ディズニーピクサーのような CG を駆使してエロアニメを作るクリエイティブな変態集団チンコピクピクサーが最新作を作るという風俗界で巨根なのに ED だと有名だった俺のチンコはチンコピクピクサーの敏腕ディレクター鈴木京香さんの目に留まりモンスターズインクならぬモンスターズインポの主役に抜擢俺は京香さんにチンコを隅々まで触りながらモデリングしてもらい俺のチンコをアニメにしてほしい。そして出来上がった作品を見て全部モザイクで見えへんやないかいと盛大に突っ込み京香さんのおっぱいを叩きたい周りくどいんだよ。手の甲でパチンじゃないのバカじゃないラジオネームカレーは混ぜない。童貞の僕はこのままでは卒業できないと思い諦めて風俗に行くことにした。熟練の風俗嬢のおかげで手際よくプレイを進めることができ店を出てやったーついに卒業できたーと拳を高く上げガッツポーズをする。しかしそこをたまたますれ違った張本勲にガッツポーズの手は肩より上に上げたらいかん勝つだと言われ僕の30年守り続けた童貞卒業の感動を水の泡にされたい。なんでだよ。なんでだよ。来なきゃいいのに。ラジオネームおまっとさんでした。親戚の集まりでばあちゃん家に行った俺。そこにはいとこの山本瑞希ちゃんも来ていた。俺を見つけた瑞希ちゃんは、ねえこれ見てと柱についた傷を指差し、子供の頃柱に印つけて背比べしたよね。昔私の方が高かったけどもうすっかり抜かれちゃったねと思い出に浸る。すると瑞希ちゃんがあれこの横の傷何かしらと言ったので、ああそれは俺のチンコの長さを測ったやつだよと答えると、へえそうなんだ、じゃあどのぐらい成長したか比べてみなよ俺はパンツを脱いで柱の傷にチンコを当てる。全く成長していない我が愚足これを見た瑞希ちゃんがお前のチンコ全然成長してねえな急にお前チンコのとこだけ時間止められんの笑われて急にキャラが止まった全然ラジオネームエモペ能年レナちゃんことのんちゃんが道端に死んでいたセミを食べているところを見てしまった俺は大丈夫です、絶対に誰にも言いませんと必死にフォローするも、なんでおめえセミ食って何が悪いんだ、言ってみろとのんちゃんを逆上させてしまい、これはやばいと思った俺は急いでタクシーに乗り込み、やれやれだと安心していると上空からほらほら逃がさんぞおめえも食ってやれと大きなカブトムシに乗ったのんちゃんに追いかけられてどういうことなんだよ、すぎるどこに興奮の要素があるんだこれも分かんねえやつだ妖怪カブトムシババアみたいな読み方するからしょうがないんだいじめられ方ですよねラジオネーム日本語ラップ闇金牛島くんの格好をした広瀬すずちゃんに7万円借り数秒でパチンコで吸ってすずちゃんに激怒され風俗で働きたい何でお前が詰められてんだよ誰で働くんだよ闇金広瀬さんじゃないんだよあげとくわパン、ラジオねもう時間がちょっとないんでね、ちょっと長めが多いからな、一旦ブレイクします。
さあ東京ハンズの JFN スタジオから生放送、有吉サンデーナイトドリーマーでございます。今日のメールテーマ、オリンピック名場面ということでね、感動した名場面を教えてもらってますけども、はい、ラジオネームパンプキン FM 長野。イギリス公共放送 BBC がオリンピック生中継でブラジルのビーチでセックスをしているカップルを放送してしまい、それを見た司会者が困惑するという事態があったそうです。この夏ひたすらオリンピック中継を見ている自分にとっては、そういう放送事故をずっと待っていたので嬉しかったのですが、日本では放映されていなかったので、オリンピックの終盤なんですが、放送事故を期待して今から女子新体操決勝を見てきます。なるほど。ちゃんと見ろよ。すごいね、セックスしてるシーン映ってたの。まあまあ海とか、まあ映るんですかね。ああ、すごいね。そういうの結構、わいせつ罪。捕まらないのかね、大丈夫なのかね、ブラジルはおおらかなのかな。あー、そうか、そういうこともありますもんね。セックセックしていいのかね。いや、よかないでしょうけどね。ラジオネーム騙しやすけしん FM 宮崎。オリンピック名場面、個人的に愛ちゃんの涙ですね。愛ちゃんも必死に頑張ってたのに、あんなに泣かなくてもよかったんじゃないかなと思います。私が足を引っ張ってという発言は、誰か一人ぐらいその場で否定してやれよという感じですね。まあ僕もあの場にいたら否定できませんけども。そりゃそうだ。まあね、なんかさ、謝んなくていいじゃないみたいなさ、あれ柔道とかさ、お家芸みたいなさ、はいはいはい、すいません期待 してもらってたらすいませんってさ、あれでも言うやつがいるんだよな、言うやつがいるから悪いんだよな、あんなんなんだよな、あ、謝らせてしまう人がいる、いるんだよな、だ関係者とかなんだよ、言ってるの期待してたのに、期待してたのな、なんだよななんだからそれはもう言っちゃうわ。そんなクズいんのかっていう感じだよね。うん、確かに。オリンピックで金メダル取れなくて銅メダルだからって文句言うやつが実際にいるんだもんね。多分いるんでしょうね、確かに。気持ち悪い。入ってますよ。ラジオのイラバの素人ない。小池先生2020年に向けて童貞に優しい都市にしてくれますか？もししてくれたら鳥取を捨て、東京に引っ越します。約束します。約束してくれた。聞きましたよ。つきましては、童貞の皆さんには、そういった、まあ、風俗の充実なんでね、石原前都知事がですね、非常に浄化作戦ということで、はい、歌舞伎町を寂しい街に してしまいました。はい、確かに確かに。私はここに宣言いたします。歌舞伎町風俗宣言をいたします。うわあ、これはまあなの。これは盛り上がる、うん、ラジオネズミ後輩小池百合子さん今なら抱かれてもいいという時は何色の服を着るんですか？小池グリーンでございます。いつもじゃねえか、いつもじゃねえか。その服着て言ってんじゃねえよ。ラジオネームロマンシングサダ FM 福井。小池さん今日のネイルの色素敵ですね。あ、気づかれました？はい、ご存知、小池グリーンでございます。何なんだよ小池グリーン。はい、鷲崎武さんで What a Pasta Full World、 なんてスパゲッティ世界。さあ、東京ハンズの JFN スタジオから有吉弘行とトップリード和賀と優しい雨松崎がお送りしています。続いてサム・スミス、グラミー賞を受賞したサム・スミスの名曲に乗せスピーチをしていただいております。ラジオネームアックス・ボンバーヘッド。タバコをやめました。コンビニに行く機会が減りました。集めていた本やフィギュアを売りました。部屋が広く綺麗になりました。外食を減らしました。外出する機会が減り、ファッションに気を使わなくなりました。晩酌をやめました。体重が減り、朝早く起きれるようになりました。携帯の電話帳を整理しました。実家と両親と
会社だけしか残らなかったので、ついでに料金プランを見直しました。携帯代がかなり浮きました。今年は社会人として10年目のメモリアル。この10年を規則正しく無欲で過ごせたことを総括するならば、自分に芯があるからだと私は思う。自分で自分を褒めてあげたい。明日も自然と6時に目が覚め、早朝からお店に並びます。胃の一番に信頼を確保し、当たるまでぶん回す。確変を引くまで店から出ません。いや、席すら離れません。勝てば風俗、負けても風俗。健康さえあれば借金なんて全然気にもなりません。ありがとう健康。これからも規則正しく自分らしく。何なのこいつ。いいスピーチだったんですけどね。僕のやつに一個だけなんですよね、ずれたの。ラジオネームブラザーフットオブスティール。今日も朝早く妻は出勤していった。続いて息子も後を追うように小学校へ登校。世の中にはこういう家庭を持てない人たちがいると考えれば、きっと俺は充実をしているのだろう。そして俺はそのまま二度寝をして3時間後に起床。少しだけストレッチをして寝覚めのスムージーを飲む。お、花にも水をあげないと。今日は少しだけ重役出勤になっちゃったかな。まあそんな日もあっていいさ。さあ、軽いヨガでもして気持ちを落ち着かせる。よし、今日もいい仕事ができそうだ。まずは拾ってきた成人向け漫画をきれいにバラす。次に、俺の得意な語学が活かされる。セリフを英語、フランス語、スペイン語に翻訳。翻訳の仕方もセンスが問われる。それを1ページずつスキャナーにかけホームページにアップする。そしてアメリカに住むネット仲間が作成したスパムサイトを随所に貼り付けるのも忘れてはならない。よし、今日もいい仕事をした。そうしているうちに息子が帰宅、続いて妻も帰宅。みんな揃って会話をしたのは何年前のことだったかな。だけどいつか分かってほしい。息子よ、昼間のパパはちょっと違うだろ。光ってるだろ。いい汗かいてるだろ。気をしろ。昼間のパパは男だぜ。気をしろダメですね。おそらくこれ犯罪行為。ダメですね。ダメですね。ダメなやつですね。フィクションです。ラジオネーム三平。審議の結果をお知らせいたします。先ほど行われた女子レスリング63キロ級の試合で、日本人選手にフォール勝ちをしたカナダ人選手から、今戦った武田哲也という選手は多分男だと思う。すぐに調べてほしいとの要請があったため、武田選手の身体測定並びにDNA 鑑定を行った結果、武田選手は北京原人の生き残りであることが判明しました。そこまで調べなくていいよ。国際オリンピック委員会では、北京原人のオスでありながら女子レスリング63キロ級にエントリーした罪を重く見て、武田選手を永久追放処分とする方針です。なお、武田選手の身柄は一旦 FBI に預けられ、スワットで不必要な特殊訓練を受けた後、NASA 国際宇宙ステーションから火星へ飛ばされる見込みです。無限の可能性を秘めた武田選手に盛大な拍手をお願いします。わーじゃねえよ。スピーチじゃねえ。審議だもん。ラジオネームエモペイ。甲子園、ガキの頃からの憧れでした。だから練習場所が環境の整ってない空き地でも、チームメイトが野球未経験者ばかりでも、俺は夢のため毎日厳しい練習に耐えることができたんです。そして予選当日、信じられないことが俺のチームを襲いました。おい、高校生じゃないと出場できないなんて聞いてないぞ。俺は35歳のフリーター。
チームメイトは同じ団地のおじさん6人人数が足りないのは気合でカバーこれが俺たちの持ち味でしたちょっと待ってくれ、グローブだって運動靴だって持ってる運動靴頼む、野球させてくれ願いが叶わず俺たち9人はグラウンドの駐車場でワンワン泣きました神様はいつも残酷、俺たちに試練ばかり与えやがる。俺は駐車場の砂利をポッケに入れこう叫びました。来年こそ絶対優勝してやる俺たちは前へ進み続けます、まるで不死鳥のように。青葉団地セブンはジャンドだって立ち上がるんだ。セブンだ、セブンじゃダメなんだって来年もダメだよ全部ダメだよ、ダメなやつばっかだよ僕のやつにいいじゃねえか続いてだよな、最後にねだよなとついてれば何でも OK です、ラジオネーム7ボール。俺みたいなクズニートほどスポーツ選手のミスに対して厳しいんだよなやめてあげて、めちゃめちゃ厳しいよな、うん、ね、気持ちがわからないからね、うん、そうまあそれ、まあ、そうやって留飲下げてるというかな、うん、よくできる人たちにスポーツエリートたちに文句言って、うん、あよかったよかったって言ってるバカもいるからね、うん、からしょうがないんだよなそれは、うん、やっぱ俺もやっぱり自分が高校生の時やっぱ甲子園出てる連中のことやっぱ悲願だもんね。ああ。なんだよ野球ってよ今はもうねそんなこともなく、やっぱ純粋に応援できるから、ね、そんな時期もあるんだろうな、うん、ラジオネームドスコイパンダ。白井健三君が童貞じゃなかったら人間不信になっちゃうんだよなってことない、分かった、モテるからねスポーツ選手っていうのは基本ね、うん、ラジオネームサンチョ。やる気ないコンビニ店員も嫌だけど元気がありすぎるコンビニ店員も嫌なんだよな分かるな、そっちの方よっしゃって言われコンビニでちょっと言われるとワッとなるね、うん、あれはもう店長の裁量だもんな、うん、どうやるかはな、ね、やってるんだっけバイト。僕はやってます。なんだっけ、僕あのカラオケ屋でやってます。あ、そうか。自分で歌ったりするのたまに。いやもう軽くいなしますけど、その部屋に行った時に歌えとか言われたら。あ、そんなこと言われたらすんの。たまにたまに言われますけど、ちょっと忙しいんでって言って。あ、そう、逃げてきますね。何よーっつっていやすいません、ほんでビール麺バーン。ああ、ちょっとすいません、すいません、あの言われてブクッあっで行ってそれぐらいなの怖えわ、死ぬよ。やめろ刺されたことないんで分かんない。そんな場合でやめた方がいいよ、そんな怖いよ。ちょっとやめてきます。ラジオネーム走りグマ。親と買い物行くと子供連れた同級生に会うから平日の夜しか買い物できないんだよなみんな周り結婚して子供いるのに、ね、お母さんと買い物行ってつらい。投げとくかじゃあ、ね、地元で。ラジオネームグドンナグドン。最近オナニーの快感より腰痛の痛みの方がきついんだよなわかるね、めちゃめちゃわかるわ。どんな体勢でやるんだ。以上ブレイク。Day Night Dreamer Live on air。ありがとうありがとうありがとうな、いつも本当にありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、いつも応援ありがとうな。そのラーメン、ありがとうな、ありがとうな、そのラーメン。いや、やっぱりさ、ラップのやってる時にさ、西織がやっぱり、まあ、なんていうのかな、実力不足っていうのかな、理解不足っていうかさ、はいはい、ストップ、そのラーメンって何って言ってさ、すぐなんか、喋るんだよ。はいはい、こういう、後で編集するっていうのも分かってるだろうにさ、はい、ああいうところで辻君イラッと来てるだろうな。
そんな、これ。ラーメン禁止、禁止ラーメン。それ、喋るんだよ、バカだから。いや、それ切りにくいって言われちゃったら。なんかあるんだったらいいけどさ。ストップ、ストップ。バカなんじゃないかなってさ。めちゃめちゃ腹立ってんだよな。ヒップホッパーのコーナーでございます。はい。深川くんのラップもひどかったね。深川くんのラップも相当ひどかったけど。そうだ。リスナーのライムにね、フリースタイルで対応ということで、はい、我が松崎にやってもらってます。はい、まあ俺、まあ本当にとんかつ DJ あげたろとか読んでるからね。とんかつ DJ とんかつ DJ あげたろ知らないの？知らないです。全然だな、お前。私ヒップホッパーじゃない、ね。あ、そう。俺、とんかつ DJ あげたろで、だいたいヒップホップのことを教えてるから。なんすか雑誌漫画はぁ、あ、ちょっと待って、チルアウトさせて。チルアウト何ですか、はあ、今ちょっとまったりチルアウトしてるから。まだ読んじゃいけないんですね。さすが、とんかつ DJ あげたろの知識が、全面に出てますね。あ、そうさすがです。はい、もうチルアウトじゃあ終わり、行こう。はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム、うん、ビワランチョウにあり。有吉のフォロワー数日本一。だけどインスタの方はいまいち。有吉のフォロワー親父ばかり。もしくは頭のおかしい人ばかり。上げてる画像は飯もしくは田中。それ見て群がる親父もしくはバカ。おしゃれで可愛い女子は軒並み無視。有吉クソ無視。イカ臭い部屋で孤独死。イエー。俺。俺のインスタは、俺のインスタはチン、もう、チンコばっかりだよ。怒られるでしょ。怒られるだろ。チンコ。チンコばっかり。チンコばっかりあげんじゃねえよ。俺はインスタですぐあれ検索するぜ。なんだい？女裸、つって。インスタでいつも風俗店の女ばっかり出てくる。当たり前じゃん。なんだあの風俗の宣伝方法。いや、インスタで女裸って言ったらお前風俗店の女ばっかりだよ。毎回毎回。うん。なんであれ？インスタで検索するからでしょ。なんか。見たいんだよ。もっと検索。ちょっと番組チルアウトしようと。いや、だってこの顔がなんだ、この、休んでる顔これなんだろう。チルアウト。これがチルアウト。チルアウト。チルアウト中。どうぞ。はい。切ったね、顔しやがって、お前、またまた。もうメガネが、お前、サイズが合ってないな、顔に、お前、なんか曲がったりよ、なんか肉食い込んでんじゃないか。気持ち悪いよ。メガネのサイズぐらい好きにさせろ。先制攻撃あんのこれ。メガネのサイズぐらい好きにさせろってなんだ、お前。これは。あと全部窮屈みたいに言うなよ、お前。何でも自由にさせてやってるだろ、お前。お前のお父さん、お母さんも。お前みたいなもん、ほんとがんじがらめして家でお前縛って置いときたいよ、ほんとに。何もしねえんだから。なんか別に、なんか稼いでこいとは言わないよ、親も、ご両親も。ただお前、話し飼いにしてたら、お前、無駄遣いばっかりするから、お前、家にお前、蔵にでも入れといた方がマシだろ、お前。その分お前、出費しないんだから。ごめん。ごめんよ。ごめんよじゃないんだ。俺に謝ってしょうがないんだよ。まあ、ご両親に謝らなきゃ。うん、お父さん、お母さん、ごめんよ。許さないぜよよよお父さん出た今、ディスり合い。はい、負けたんだね、きっと。はい、汗臭い、ゴミ臭い。そんなことない。汗臭い、ゴミ臭い、口臭い。口臭くない、気使ってる。歯磨いてきた。童貞、キモだ。童貞別にいいだろう。キモいはいいけど、童貞バカにすんじゃねえ。童貞、キモオタ、大衆すごい。童貞、キモオタ、大衆すごいかもしれねえけど、俺はそれなりに気を使ってる。汗拭きシートすげえ持ってる。周りの人間不快感すごい。そんなことないと俺は信じてる。周りの人間優しいだけでな、直接言わないだろうけどな、マジでキモいと思ってるから。ただの、ただの説教だろ。俺ちゃん泣いちゃう。こんなフリースタイル男女でこんな場面ないよ。
なよ、めよ。はい、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。今まで本当にディスしてごめん。本当は有吉のこと大好きだ、させん。有吉のいいところ言ってくぜ。いくらでもいいところが言えるぜ。有吉のいいところは、喋ることができる。歩くこともできる。走ることもできる。食べることもできる。顔や体がある。いいとこばっかですごいぜ。まあ他の人間もできることだけどな。YO!ありがとう、ありがとう、ありがとうね。いや、先日の。出た、感謝ラップ。いや、感謝ラップだけ増やしてもしょうがないんですよ。感謝の方向で、ね。なんかちょっとやっぱもう、みんな困ってるね。俺、ディスるの、ちょっと。まあ、ディスる要素がね。ああ、うん。ゲズナーがですか、うん、はい。あと、やっぱり、境ぐらいだからな、普通にラップできんのが。お前らラップができないからな。いや、そや。そうそう、それは特殊技能ですからね。うん、ちょっと、迷うな。いや、迷わないでくれよ。うるさいね、キモい。いや、キモくないよ。いや、キモいだろ。鏡あんのか、家に。キモいはキモいだろ。客観的に見て、自分の姿見て。アイドルマスターとか見てんだから、審美眼はあるわけだろ、うん、何が可愛くて何が可愛くないとか。うん、自分のてめえの顔、鏡で見たらどうなんだよ。キモい。ラップやれよ。Stay Night Dreamer Live On Air。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございますね。はい。じゃあ、ゲスの極みお鍋 FM 群馬。小池先生、歌舞伎町の風俗化宣言ありがとうございます。これで我々の童貞問題は解決いたしました。しかし、包茎問題は山場になります。そうか。どうか手術代を都で負担していただけないでしょうか。どうかな。小池でございます。ね、確かに、男性の包茎おちんちん、大変不潔です。そこで、なんてこと言うんだよ。私はこう宣言したいと思います。確かに今の東京都の財政から申しまして、包茎手術を皆さんに無料で行うということはできません。そうだ、はい、ただし、ね、私をはじめとする自民党女性議員、みんなで、包茎男性のおちんちんを、無料で洗浄してあげます。何言ってんだよ、本当に。大丈夫か、以上とはなんない。以上支持者がいる。日本にいねえ間にこんなことしていいのかな。絶対聞かねえだろうけど、いいで。大丈夫、ラックフェスティバル。オリンピック男子マラソンやばいです。猫ひろしさんがマジで走ってます。スタート直後いいポジションで走ってましたが、今は先頭集団から消えたようです。ああそうなの、頑張ってね。うん、さあもう世界チャンピオンになるとかそういうことだけど、すごいじゃないね。うん、代表ですからね。大丈夫、稲葉の白うなぎ FM 祭。僕のオリンピック名場面、 4×100m リレーの決勝で日本が銀メダル、ボルト選手の3連続三冠の瞬間でした。その日友人の結婚式でしたが、披露宴中もみんなスマホ片手にそわそわし、同じ席の友人も多く見てみました。スピーチした新郎の上司もさっき銀メダル取りましたと言っていました。会場一体となりましたが、みんな結婚式に集中しろと思いました。まあ結婚式なんて集中してらんないからね。逆にそういうトピックがあったら、そうなんだ。あんなつまんないものはないんですよ。まあ映画、舞台、結婚式、俺苦手ね。多いな、ね、苦手なものが。座ってんのがダメなんで、まあまあ、さあというわけで松崎さんもね、はい、今日もなかなかキモかったですけども、いやいや、まあ来週はね少しキモくないように、もうちょっとはい爽やかにしていきたいと思います。はい、今日もアイドルマスターの T シャツ着てらっしゃいますけど、はい、そうです。たまには他の T シャツ着てきたら、アニメの T シャツばっかりじゃなくて。ああわかりました。はい、本当にわかったの。あ、いやどうでしょうね。まあ、ないことはない、ね。お相手有吉弘行とトップリード若と優しい雨松崎でした。はい、また来週お会いしましょう。はい。